イブスキ温泉街と背後に開門モ竹イブスキ温泉は、鹿児島県イブスキ市東部にある、すりガ浜温泉、ヤジガ、湯温泉、二月伝温泉などの温泉群の総称。鹿児島県内有数の観光地であり、2003年において、年間285万人の観光客が訪れ、91万人の宿泊客を集めている。農業や養殖などへの温泉利用も盛んであり、 温泉の9割が産業利用されていた時期もあった。また、1960年頃から始まったハネムーンブームの中、東洋のハワイと呼ばれたイブスキ温泉は、そのメッカとしてにぎわった。泉質はおおむねナトリウムマイナス塩化物泉であるが、地域や掘削深度によって塩分濃度や微量成分が異なる。活動宣言はおおむね500カ所。 1>, 1日あたりの総輸出量は約12万トン。輸出温度は50摂氏60度が多いが摂氏100度に達するものもある。温泉の水源は池田湖やうなぎ池に溜まった雨水と鹿児島湾からの海水が地下で混合したものであり、熱源はアタカルデラに関連したマグマであると考えられている。池田湖海門竹うなぎ池長崎花山川湾。 イブスキ温泉特に砂虫で有名なスリが、浜付近に大規模な宿泊施設が集中している。イブスキの名称は、湯ゆゆたか塾に由来すると言われているが別の説もある。江戸時代以前は高温の温泉や噴気口が、点在する湿原であり危険な場所とされていたが、朝の加熱処理や水事用、浴用として、古くから利用されていた。江戸時代後期の地市、三国名小図にも多くの、 温泉が紹介されている。明治以前は自然に輸出する泉源を利用するのみであったが、地面を数メートル掘削することにより容易に温泉が得られることから広範囲にわたって開発が進められた。特に1919 19年頃から1955年頃にかけて温泉熱を農業や生園に利用するために地下から大量の湯が組み上げられ古くから使われている。 泉源の枯渇や温度低下などの問題が多発した。このため新たな温泉源の探索が行われ、1957年に地下200から300メートルの新たな温泉地層が発見され利用されるようになった。1964年以降、温泉の生園への利用は禁止されているが、農業や魚の養殖への利用は現在も行われている。高度経済成長以降、 大規模なホテルが建設されるなど、観光地としての開発が進み、日本国内及び海外から多くの観光客が訪れるようになった。1982年から毎年1月の第2、日曜日に、イブスキ温泉マラソンが開催されるようになり、毎年1万人以上の参加者を集めている。すりが浜温泉は、イブスキ駅南東の海岸沿いにある温泉。名称の由来は、砂場が、 浜が水が浜と呼ばれるようになり、やがてすりが浜に変わったとされる。長さ約1キロメートルの砂浜に温泉で加熱された高温部があり、砂虫の名所として知られる。砂虫とは浴衣を着て適度な温度になるように攪拌された砂に埋まって温まる入浴方法である。一人で行うには困難が伴うので、通常はシャベルを持った係員に砂を持ってもらう。 頭部にはタオルを巻くなりして砂の付着を防ぐ。潜出、編集湧出温度摂取十二度のナトリウム、塩化物泉温泉街、編集駅から海岸に向かい、さらに南側へ広がる地域に宿泊施設が立ち並んでいる。砂虫は海岸沿いの宿泊施設のほか、海浜で行うこともできるが、九百七十八年に建設された公営資産虫会館においては、 雨でも入浴できる。砂浜は台風などによってたびたび侵食され、砂虫浴場への影響も心配されたため砂の動きを抑制する堤防が設置されている。歴史、編集歴史は古く島津義久が利用したとの様湯があったと伝えられる。砂虫は元独年間から行われていたとの記録があり、三国名勝図へには、 神経痛などに効能があるとの記述もある。1793年に、島津一千が館を建戸の様湯と呼ばれた。アクセス、編集その他、編集近隣の海岸にて、適当に砂を掘れば、場所によっては砂虫ができる場所がある。海岸であるので、海水浴をし、砂虫をするという優雅な温浴ができる。また、高温の場所に、 さつまいもあるいは生卵を埋めておけば、ふかしイもあるいはゆで卵が出来上がる。味付けは海水で十分である。ヤジが湯温泉イブス駅の北部に位置する温泉。名称の由来については、ヤジというものが発見したためと伝えられているが別の説もある。観葉植物の栽培に利用されている。湯の里温泉ヤジが湯温泉の東に隣接する温泉。 高温の湯が得られることから、盛んに開発が行われ、声援などに利用されていた。周辺の宿泊施設等の泉源として利用されている。大無礼温泉、三国名称図絵に記されている古い温泉。村の湯温泉として現存する。片口温泉湯の里温泉の東側海岸沿いに位置する温泉。歴史は古く湯出量も多かったが、湯の里温泉の開発に伴って、 急速に衰退した。魚の養殖に利用されている。片山温泉二月電駅の東側から海岳にかけて広がる温泉。主として農業に利用されている。二月電温泉二月電駅の西側に位置する弱酸性の温泉。1831年に島津成沖がすりが浜から館を移し殿様湯と呼ばれた。殿様湯はとは、 イブスキ市の文化財に指定されており、当時の敷石などが残されている。河原の湯温泉二月伝温泉の西側に隣接する温泉。宮ヶ浜温泉宮が浜駅付近にある温泉。魚の養殖に利用されている。芝立温泉宮が浜駅付近に存在した温泉。歴史は古く、三国名小杖には湯が川のように流れ出ているとの記述があるが、 周辺の温泉開発によって湧出量が減少し1973年以降は使われなくなった。ありがとうございます。